どうも皆さん、こんにちは。アミタです。今日はね、王鵬ですね。王鵬、実は眼窩底骨折だったらしいです。ということで、大竹部屋に所属している王鵬なんですけども、秋場所の成績は西の前頭2枚目で9勝6敗という成績でした。まあ、勝ち越して、おそらく九州場所では新小結に昇進するんじゃないのかなと予想されていますが、そんな王鵬ですね、現在大相撲の秋巡業を休んでいるんですけども、その王鵬の記事が出ていました。眼窩底骨折と診断されたことが分かったということで、師匠の大竹親方によると、今週中に手術を受けるみたいですね。この王鵬、なんで怪我したかといえば、秋場所7日目の阿炎戦でしたね。阿炎戦で突き落としで勝ったんですけども、その時に相手のね、阿炎の頭が顔に入ったと。何回か入りましたね。 2,3 回顔に入って、そして突き落としで勝ったんだけども、終わった後、この辺ですね、右目のこの辺がもうね、ずっと押さえてて、とんでもないことになっちゃいましたね。次の日の土俵入りとか、もうやばい顔してて、大丈夫と。これは絶対骨やったなと。まあ、そんな感じだったんですが、まあ、腫れがね、引いたこともあり、休場することなく本場所を解禁していました。まあ、そして結果9勝6敗で、まあ、勝ち越して、まあ、来場所新三役かという感じなんですけども、やっぱりちゃんと折れてたし、ちゃんと大怪我だったんですね。まあ、眼窩底骨折といえば、目の周りのね、骨がまあ壊れちゃうというか、折れちゃうという怪我なんですけども、目の周りの骨っていうのは結構丈夫らしくて、なんか割とね、壊れづらいらしいんですが、その奥にある、まあ、鼻側とかこの下の骨のさらに奥にある、まあ、膜というか壁、これが割と薄いみたいで、そのなんかの衝撃で骨は大丈夫なんだけど、その奥の壁みたいなところが、これも一応骨になるのかな、そこが折れることが多いみたいですね。王鵬もおそらくこれですね。まあ、僕も細かいことはわからないんですけども、まあ、とにかく骨が折れたと、目の周りの骨が折れたという状況でしたね。まあ、そんな状況の王鵬は、まあ、そのまま解禁して7日目に怪我したんですけども、なんと8日目からの後半8日間5勝3敗で乗り切ってますからね。まあ、大竹親方によると、手術後はしばらく相撲は取れない、秋場所中は本人は痛くないと言っていた、勝ちたい気持ちが先に来たんだろうと話しているということです。まあ、現在巡業はね、休んでいるんですけども、九州場所には間に合う見込みということで、まあ、新三役が、まあ、おそらくということで、かなり高い確率で期待されますので、新三役の九州場所は元気に出ることができそうですね。まあ、怪我して次の日ね、特にすごい晴れてて、これ大丈夫だなと思ったんですけども、その次の日もね、普通に勝ってましたからね、すごい精神力だなと思いますね。その怪我の翌日は朝稽古は回避したらしいんですが、師匠ともども休場の選択肢はそもそもなかったということで、まあ、本人も本当にまずい時は分かる、大丈夫としていて、まあ、次の日も勝ったという感じですね。まあ、この骨折ね、その骨折自体ももちろん危ないし、そのまま相撲を取り続けたっていうのは、なんか二次被害とか考えるとあまりよろしくないのかもしれないけども、やっぱり大事な場所中で、さらに7日まで怪我した相撲も含め、その期間にね、4連勝しているんですよね。まあ、非常に、まあ、調子も良かったと。先場所は2大関も破っているしというところで、まあ、いい流れを継続したかったのかなと思います。
まあ、王鵬とはいえ押し相撲ですからね、しっかり当たって前に出ていかなければいけないというところで、やっぱ痛いと思うんですよ。しかもここに当たったら当然それも痛いわけで、相手の頭がまた当たる可能性もあるし、まあ、手がね当たる可能性もあると。で、相手の力士はそこまで王鵬の、まあ、怪我してるところを避けようという、まあ、意識は多少あるかもしれないけども、実際の相撲となれば相手も勝つことに必死なわけですから、そこまでね気を使う余裕はないと。そういう中で、後半戦ね、これだけの5勝3敗という成績で乗り切ったっていうのはね、すごいなと。精神力がね、すごいなと思いますね。結構一つ痛いところがあると気になったりするんですよね。そこに当たるのが怖くて、相撲自体がバランスが崩れて成績もということも考えられたんですけども、やっぱり基礎がしっかりしてるってことなんですかね。しっかり前に出る意識が特に先場所の王鵬は、まあ、見受けられたということもあって、まあ、怪我していても勝ち越し9勝を挙げたということですね。むしろ怪我してなかったらね、もっと2桁とか言ってたのかもしれないね。まあこればっかりは分かんないんですけども、まあとにかく怪我にもかかわらずこれだけの成績を残したというのは、まあ王鵬の身体的そして精神的な、まあ、強さと言えるのかもしれません。そして最近の王鵬ということで考えても、現在2場所続けて9勝という成績を上げています。9月場所で自己最高位で9勝で、また来場所自己最高位更新するというわけなんですけども、なんか最近の王鵬は強くなってきたなと、そんな感じはしますよね。まあもともともちろん幕内力士なんで強かったんですけども、押し相撲というものにやっぱ磨きがかかってきて、上位の力士にね結構押し込まれて何もできずにみたいな相撲がね、少なくなってきたというか、そんな感じはなんとなくしていますね。まあそれがもちろん番付にも現れているんでしょうけども、本当にこの力士はね最近力をつけてきていますよね。まあもともとサラブレッドでもありますし、身長も190センチ、体重も180キロと、まあとんでもなくいい体していますね。それで先ほど言ったように血筋もいいわけですから、まあ、現在24歳ということを考えてもまだまだね伸びていけるのかなと思いますね。まあ、ただ九州場所新三役ということなんですが、この怪我の影響でしばらく相撲を取る稽古はできないと思います。まあ、それが来場所の結果にどう響いてくるのかというところは、まあ、まだわからないんですけども、とにかくまずは直してって感じですね。というか本当にこの怪我で相撲を取り続けてさらにひどいことにならなくてよかったねという感じですけどね。ということで王鵬精神的にも気合入ってるなというニュースでした。終わり。アディオス。